まずはドラゴンズの先発涌井が名古屋ドームのマウンドに上がります。ベテランらしく巧みに立ち上がってほしいところです。1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、打ちました。ピッチャーゴロです。セカンド取った、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている楠本。まずはワンアウトを取っています。打ちました。セカンド取る、ツーアウトになりました。バッターは3番の佐野。ツーアウトランナーありません。この回の涌井2球でアウト、あっという間に2アウトです。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。はい、そうですよね。低め、これは決まった。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ボールになります。打った、ライトに大きな打球、ライトバックバックバックする、ボールはそのままフェンスに直撃、2アウトランナー1塁。打順は4番牧、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球空振りです。あっと取れない、バッテリーエラー。ボールを拾ってツーアウトランナー二塁。この場面で痛いミスが出ました。ワンヒットで先制という形になってしまいましたね。それにしてもキャッチャーは止めるくらいはしないといけませんね。なるほど、そうですね。際どいが、あっとファーボールです。コントロールが定まりません。まずは見送ります。ワンボール、振り遅れてますね。そうですね。インコース低めの球、さあバッター追い込まれています。打ちました、ピッチャーゴロ。溝脇二塁はセーフ、一塁へ。ドラゴンズさらにピンチになりました。ツーアウト満塁です。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。打席には6番バッター外。ドラゴンズフォアボールをきっかけにピンチを広げています。さあ1打出れば先制という場面。変化球を狙ってたんでしょうかね。低いか、押し出しの先制は避けたい場面です。このピンチ見事三振を奪いました。バッテリー三振でなんとかこのピンチを切り抜けました。ご覧いただきましょう。先に点を取られそうな場面でしたが、ここは三振を奪いました。ちょっとね、動けなかったって感じですよね。2回裏に入ります。追いかけるイーグルスの攻撃、バッターは DH 阿部。イーグルス1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。まあそうですね、先頭打者が出塁すれば攻撃のバリエーションが増えますからね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。いい球ですね。インローのストレート、力のあるボールです。ノーボールツーストライク。左中間に強い打球、これはどうか、真ん中を破りました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。先頭バッター出ました、楽天イーグルス。ノーアウトランナー二塁です。